最終日にまとめてとか無理だね。もう1日単位でどこまでリスナーに頑張ってもらうかで今日も頑張るっていう、もう1日単位の考え方をした方がいい。うん、あのイベントを全体でやるっていうやり方はダメなの。うん、1日1日全力でもうその場で、リスナーもやっぱ気も変わるし時間帯もあるから、うん、そうやってやった方がいいね。うん、うん、やり続けるしかないっていう。でせいちゃん、あの収益はどうなんですか。あのポイントがすごいんですけど、ポイントがそれはやっぱり聖杯ができて4割3割ぐらいになっちゃうの。4割ぐらいなの、変わんないの LINE で。うん、でこれでポイントの場合に収益が大して増えないんだったらね、あんまりね、あれだけど収益が増えるんだったらね、いや手取りで600万って1500万ポイントいってるんだよ。その4割って考えたら750万でしょ、半分で。今だけでもう600万あるってこと。うん、そしたら変わんないよね。うん、どうなんやろね。だ倍率のポイントが聖杯で増えてね、スコアが伸びてるのかなっていう。変わんないんだったらね、あーすごいわ。せいちゃんの見てみようかな、マンスリー。うん、1600万ポイントいってるんだ。ああね、うん、先月はどうなんだ。ああなるほど。でマンスリーの100万ポイントが入るもんね。あとイベントのあれとか入るね。うん、まあ俺の方が稼いでるわ。よかった、うん、俺のが一応 TikTok で稼いで、うん、負けてなくてよかった。この、うん、マウントをちょっと取れました、すいません。うん、LINE ちょっと見てこのポイントで、うん、ちゃんとあれします。自慢違うよ。、うん、そんなに凄まじいのかなと。いや、すごいよ。うん、いやね、うん、せいちゃんありがとう。話変わってくるな、これ。なんで？おかしくない？せいちゃん。今月と先月の辻褄合わないじゃん。なんで？おかしいじゃん。辻褄合ってないよ、せいちゃん。今月の収益と先月の収益わかんない。わかりました、せいさん。10月のマンスリーの部分が11月に入ってるからじゃないですかね。プラス100万増えてるんじゃないですかね。でもそれでも多いな。うん、だいたいねマンスリーの支払いってその次の月になるんでっていうことだと思うんですけど、うん、あとナイスもやってるんじゃないですか、10月っていうことだと思うんですけどね。うん、まあでもすごいですね。まあ現ふわっちょうだね。ふわっちょう顔変わった。ないですよ、サブイベの賞金とかで。いやーすごいわ。うん、もう一気に取り返してるね。言うとやっぱイキリストもすごいね。うん、だからまだ世代交代してません。うん、まだまだ若いやつらには負けないです。世代変わらないんじゃないの、来年も。どう政治、
ねえ、だって機長だと俺の1個下だからね、俺ら世代だとして若いやつには負けないよ。だってイギリスと狛江とかに負けるそうな気がしないもん。うん、まだまだですよ。負けないね、やっぱ。うん、来年もまだ大丈夫だと思う。別格。だってこうやって雑談しててもまだ聞いてられるでしょ。まあ、イベントやってて、あのイベント興味ない人もまあ聞いてられるんだよ。それが大事なんだよ、イベントの長時間ってね。うん、で、あの独自のそのイベントのやり方をやってるのがいいんだよ。うん、そのオリジナリティがね。うん、BGM もそうだけど、うん、それを確立したとこが強い、イベントは。確立してないとただのナイス配信になっちゃうでしょ。で、ありがとう配信の中にもやっぱちょっとオリジナリティ入れないとね。オリジナリティを、うん、正直閲覧がね、やっぱイベント配信って落ちるじゃん、きついじゃん。だから鬼のメンタルでいかなきゃいけないんだ。で、俺と誠治覚えてる、あのマンスリー争いとかイベント最終日とかも24時間やってたでしょ。なかなかできないよそれ。で、機長とかもできるんだよ、メンタル結構強いんだよ、機長とかも。それができる人がやっぱマンスリー取れるね。うん、俺どんだけでもできるもん、どんだけでも。うん、やっぱ金稼ぐのがやっぱ好きじゃないとね。お金稼ぐのが、うん、そうでしょ。ふわっちやってて遠慮できないじゃん。うん、金稼いでなんぼだろう、ふわっちは。違う？うん、あの銭ゲバって振り切れない時点で無理だよね。だって銭ゲバ王なんだから。そうだよ。クズでも輝ける世界でね、稼がないと。いや、孤独が強いわっつってもどうなんだろうね。俺が同棲とかしてたら勝てないんじゃない？俺落ちるんじゃない？うん、閲覧湧いても喧嘩とか増えて、うん、そっちのエンタメ走っちゃうからね、喧嘩芸とか。そっちが面白くなっちゃいそう。うん、俺はね、そっちに吹っ切りたくなっちゃう、家事を。うん、あ、 TikTok 解除された1週間ばどうしよう。TikTok 解除されたわ。つかさ、ふわっちは大きく動いてるよ。俺ね、結構ふわっち勉強してるんだけど、まずおすすめ規制が解除されてる。大手さんが誠治とかたかしとかおすすめ載ってるね。だからね、結構ふわっち運営は最近力入れてますよ。知ってる？みんなおすすめにね載ってるんだよ。うん、で、パルはちょっと確認してないけど、たかしさんも載ってるしね。うん、大手さんをおすすめに載せるようになってきてる。うん、最近ね、変わってきてるから、結構ね、パルちゃんも載ってる、ほら。やる気があるんだよ。うん。だからクリーンなだけじゃダメだなって、分かってきてるんだよ。で、あの、イベントとかもね、新しいことやってて。ふわっちいいっすよ。うん、ふわっち。うん、イキリストは乗ってないんじゃない？イキリストは。だから、このおすすめと視聴者数を一緒にしちゃえばいいんだよ、もう。みんなそう思わない？これ。
おすすめと視聴者数を一緒にして閲覧順に見れるようにして、昔みたいな盛り上がりをねやればいいんだって。うん、そうした方がいいよ。見やすくてすっきりして、うん、そうツイキャスみたいに、うん、絶対そっちの方が絶対に盛り上がるよ。で、またね、その大手さんに売名とかで下の人も盛り上がるから、もう今はいないでしょ、売名とかね、うん、上の方にいるとなんかすごそうに見えて売名したいっていう配信者がいっぱい湧くんだって。最近いないじゃんそういう、うん、売名するね配信者がいないサイトってね盛り上がらないですよ。そう思わない？うん。でリスナーさんもそのね、まだ売名に来たとか言って叩きながらね、で成長を見ながら楽しむもんですよ。うん、だから炎上とかの部分もあるよね。急に家来たりとかさね、そしたら盛り上がる。昔そうだったじゃん、金梅さん家になんか配信つけながら来たりとかさ。違う、うん、そういう方が絶対面白いと思うけどな。大手の売名させてあげる配信者が今はいない。いや、政治とか売名してあげるでしょね。だって配信つけて政治の家の前でね、政治さんに売名しに来てもらいましたっつったら料理してくれるじゃん。そしたら有名になれるじゃん。なんでしないんだろうね、なんでしないんだろうね、そういうの。それが一番いいのにね、ふわっち。度胸がない、失うものなんかないんだからね、うん、初め行きゃいいのにね。あのさ、リスナーさんもけなげにさ、叩かれても叩かれても売名してたら可愛くなってくるんよ。俺朝タカオシが家に行ってるシロさんだっけ、シロさん見たらなんか可愛くなってこない、うん、こうずっと見てると。初めキモいなと思ってるけど、こうずっと見てるうちにシロさんもなんか可愛げがなんか出てくる。リスナーさんそうじゃない？うん、わかるですよ。うん、で可愛くなってくるんよそういうの、うん、ということで、あのリスナーさん、ふわっち盛り上がってます。うん、でせいじさんもね、ちょっとおわっちムーブをしてやめてもらって、うん、ふわっちはね盛り上がってる。しかも来年からモンジョリがねもう我慢できず来るかもしれないしね。うん、ついに。そしたら俺たちの勝ちなんだよ。キャス勢はずっとふわっちを叩いてたでしょ。モンジョリさんが寝返ったらもう勝ちじゃん。うん、もうキャス主に勝ってるよ、はっきり言って。ふわっちの勝ちがきます。うん、で民度も低いしね、ツイキャス。うん、ふわっちの方が面白いっていう時代が来ちゃうかもしれない。いやー、どっちもどっちじゃない、ツイキャスの方がコメントひどいと思うよ。ミンドフワッチの方がいいと思うよ優しいじゃん、うん、あとあの遠隔ブロックにビビって固定でいたら投げますよ。618号さん、僕がですか？今日ね8時半からちょっとあるんで、すいません、ちょっと世界大会、うん、あ、ツイキャスやってたんだせいちゃん、
俺も前なんかやったらめちゃくちゃ叩かれたけど、ひどいよね。それそれと思う、奈々ちゃんの枠見てると思うかな。うん。まあ正直宣伝もあります。で、他の宣伝をすればグッズ販売もやってます。グッズ販売もで、パーカーもね、これ販売してます。パーカーもで、これはね、あの合同会社ワンリンクスって知ってます？これ会社作って一応やってるんです。でもあの赤字です、はっきり言って。うん、赤字なんで、どういうね経営方針でやってるかっていうと、もうきつくなるとプレゼントしてワンライブが買い取ってます。だから会社で買い取ったのをプレゼントしてる、それで売り上げをなんとかキープしてるという、もうどうしようもない会社です。それ一応やってます。はい、それ合同会社でね。うん、だとあの TikTok の事務所もやってます。 TikTok の事務所もで、先月の売り上げが14,000円で、結構順調なんで、はい、頑張ってます。はい。で、あのね、スパークっていうのもね、会社の企画でやりましたけど、延期とアンチが増えすぎて、あの赤字っていうか全然儲からなかったです。はい、それでも頑張ってるんでお願いします。で、今 TikTok も頑張ってて、今日の8時半から世界大会への挑戦権をかけた30分間の投げ合いのバトルがあるんで、そっちも行ってきます。はい。今ふわっちはイベント出ずにこうまったりして、どっちかっていうと勝負するのは TikTok でやってます。はい。なんであの自枠なんで、いろんなこと専念してやっていくんでお願いします。で、大和さんと動画の方も撮ってて、もうすぐ動画の方も上がります。あの編集したようなやつね。うん。で、そういうのも一応いろんなことやってるんで。で、年末はマラソン企画があります。マラソンするんでね、向こうの大手配信者と。それも見てください。はい。病院行って、でどっかで1週間ね、でも1月頑張んないといけないから、どっかで本当1週間ぐらいちょっと休む。うん。くるちゃんとコラボする関慎吾さんが、ジラワンさんを嫌いな配信者3つ。あの関慎吾さんってさ、くるちゃんとかとの配信とかいろんな配信見てきて、俺のこと嫌いなはずなのに、くるちゃんとコラボするって矛盾してるよね、あの人。うん、もうニコ生帰れよ、ニコ生。うん、ニコ生からのなんかプライドをね捨てれないんで、ふわっちやってるんだったらニコ生帰ればいいじゃん、本当にそう思うけどね俺。うん、ふわっち配信者っていうのはね、しっかりとイベントに出てね、運営さんにも貢献するんよ、それで成り立つんよ。違う？全く貢献してないやつはニコ生帰ればいいんだよ。うん。で、アンチコメントのシャワー浴びてね、やればいいやん、アクティブ稼いで。うん。あやなちゃんおはよう。違う？うん。夢切ってちょっと分かんないけど頑張ってるよ。うん。ふわっちイベントしない、お前 TikTok 帰れよ。やってやるよ、ふわっちのイベント。やってやるよ。ブロック解除ありがとう。このタイミングのブロック解除ありがとうは、パルの枠で、嫌いな人、嫌いな人アンケートするときに、01嫌いって書いた人。うん。
これを10人ぐらいぶち込んで、さっき解除したからそこそこのうちの一人だね、お前ドピは。うん、とんでもない、ありえないでしょ。うん、で、その自分のアンケートでなんとか1位にならないように俺は狛江に投票した。あのメンツの中で俺よりもアンチが今いそうなのは狛江だったから、狛江嫌いじゃないんだけど、なんとか狛江を1位にしようとした。こっそり高橋にはちょっと入れれなかったから、そしたら1位になっちゃった。うん、だから政治でも入れてくれたら、政治が絶対勝ってるんだよ。政治でも入れてくれたらさ、好感度高いメンツに入れるなよ俺を。やってない、あれパル悪意あるわ。俺ちょっと切れそうになったけど我慢して。うん、だって1位になると2位じゃやっぱ違うじゃん。で、政治は初めの嫌いなアンケートを2回やってたんだよ。で、初めの方のかやちゃんとかね、イキリストがいるところに政治ぶち込んでるでしょね。うん、でそこに入ってたんだよ。でも2回目のアンケートは養分とかパルとか好感度高いやつのところに俺ぶち込んでるから、で狛江と高志だったんだけど、なぜか俺が1位なんだよ。あれもうやめないの、あれ。人気者ランキングでいいじゃん。なんであんなことするの。ねえ。あれひどくない、ちょっと。うん。あれ、傷つくじゃん。うん。で、眉毛もかわいそうだよ。うん。いや、入れてるね、政治は。せいじゃ多分俺に入れてると思う。うん、で自分が結構今まで1位だったでしょ。うん、でちょっとここはゼロワンも1位取らせようと多分入れてると思う。で多分ミツちゃんに頼んでる、2人で入れてると思う多分。2票。うん。2票を多分俺に投じてるね。うん。たかしと思いきや。でもね、光栄なことって光栄なことだよね。やってないのにさ、ね、嫌いとか言って。ふわっちやればいいんじゃない、うん、TikTok でね、なんか金に溺れたと思われてるから、ね、ふわっちをちゃんとやれば、たまにやってるけど少ないんじゃない、たまに。1日1時間じゃ少ないんじゃない、1日2、3時間やればいいんじゃない。うん、2、3時間。でもふわっちのイベント見てるとやっぱ12時間はやらないとダメだね。12時間。で聖杯をやっぱゲットしてやり続けないと勝てないね、政治に。